こんばんは、ペケです。今回はですね、2023年、京都市下京区で発生した山口遥さん失踪事件、リスナーさんと一緒に考察をしていきたいと思います。遥さん、午前9時頃にですね、下京区の自宅を自転車に乗って出発したものと考えられるんですけども、その後行方が分かっていません。他にも情報がほとんど出ていないんですよ。なのでこの逆に情報の少なさっていうところも精査して焦点を当ててですね、考察をしていけたらと思っております。はい、ということで詳細です。2023年、去年ですね、令和5年の1月23日月曜日、こちら一説には午前9時頃、もう一説には13時頃にから行方不明となっているという情報出ています。失踪したのが山口遥さん、当時21歳、今現在22歳ですね。京都市下京区の自宅から青い自転車に乗って外出をしており、向かった先は同じ京都市北区の仏教大学に登校して授業を受ける予定だったそうです。その後行方が分からなくなってしまっているんですけども、詳細な情報として出てるのがここまでしか出てきていないです。はい、ここからはですね、情報がほとんどないんですが、山口遥さんの特徴というのを見ていこうと思います。身長163センチくらい、体重49キロの痩せ型だったと。黒髪のロングヘアで、鼻の左側、顎にほくろが あるということです。私もこの事件最近まで知らなくてですね、リスナーさんに教えていただいたんですけども、初めてこう調べ出して画像を見た際に、今現在22歳で、こちら撮られてる写真っていうのが20歳の頃の写真だと思うんですけど、もっと10代に見えますね。中学校の高2、3年生とか高校生だと言われてもわからないような顔立ちかなというふうには、若く見えるのかなというような印象は受けています。失踪時の服装、所持品なんですが、フード付きのダッフルコート、緑の V ネックのセーター、黒の細身のズボン、黒の編み上げのブーツを履いていました。はるかさんは足のサイズが 24.5 センチなんですけど、このブーツに関しては25センチのものを履いていたということです。またメガネを着用、裸眼だとですね、視力は 0.03 くらいだったそうです。他にもカバン、こちら肩掛けのもので、ピンクの反射板がついているカバンだったということです。そしてですね、携帯電話、スマートフォンですね、本体の色は白なんですけれども、濃紺のスマホカバーをつけていると。なのでパッと見、濃紺色の携帯に見えるということです。そして、自宅を出た際に乗っていた青系色の自転車ということになっています。この自転車に関して、後に大学で見つかっているのか、どこで見つかっているのか、見つかっていないのかすらの情報も出ていないので、この辺も気になってくるところではあります。ただ、警察のホームページにも出ていますし、行方不明の情報提供を呼びかけるサイトに MPS さんというサイトがあるんですけども、そちらにも掲載があります。で、 MPS さんの方には家族の声というところで、少し情報出ていますので引用させていただきます。はるちゃん、声が聞きたいな。はるが元気でいますように、守られますように毎日思っているよ。何も心配いらないから安心して帰ってきてねということで、家族の声出ています。情報非常に少ないんですが、ここからは考察をしていきたいと思います。はい、それではペケの考察です。情報がもうほとんどないので、現段階のこの情報量からだとですね、はるかさんが自らの意思で失踪したものなのか、要は第三者に連れ去られたもの、事件性を疑うのかっていう判断自体が非常に難しいんですよね。まず2023年1月23日月曜日に、まだ寒い季節なんですが、一説には午前9時頃、自宅を出たと。でもう一説としては13時頃に自宅を出たというふうに考えられます。京都市下京区の自宅を水色の自転車に乗って出発した。行き先は京都市北区にある仏教大学の授業を受けるためだったと
いうことなんですけども、ここからは私の憶測と想像妄想がふんだんに入るので、その点ご了承いただきたいんですが、この出発時間の精査に関しては、私ははるかさんが午前9時頃に自宅を出たものと考察しています。この13時頃の情報っていうのは、おそらく音信不通になった時間帯っていうのが13時頃なので、それまでご家族とかご友人が、まあ、電話とか LINE とか、まあ、メールとかでですね、はるかさんと連絡が取れていたというふうに考えています。まあ、すなわちはるかさんは9時頃に家に出て大学に向かったと思われるんですけども、この大学に無事に到着して授業を受けているかどうかの情報も出てきていない、判断できないんですよね。ただ13時頃にはまでには、家族もしくは友人と連絡のやり取りが取れていたというような考え方です。なので家を出たのは9時頃、音信不通になったのが13時頃という私の見解考え方です。そして、次に考えていくのがですね、この失踪自体が、自らの意思での失踪の可能性があるのか、この自らでの意思での失踪の可能性というのは2パターン考えられると思ってまして、まず1つ目というのがですね、要は家出の可能性ですよね、自分の意思で、ここも何の根拠もない私の第一印象的な考察にはなってくるんですけども、はるかさんの住んでいた地域というのが、京都ということで、私あんまり土地勘ない、本当に修学旅行で行った程度、何回か行った程度なんですけども、神社やお寺など京都多い印象ですよね。さらに仏教大学の近くには金閣寺とかもあるんですけど、通っていた大学もやっぱり、ここも刷り込みかもしれないんですけど、仏教大学なんですよ。なので、もしかしたらはるかさんのご実家や親戚等に、お寺や神社、宗教関係の仕事をしている人がいた可能性、携わっている人物が近くにいた可能性があって、将来的にはるかさんがその仕事を手伝う予定があったんじゃなかろうかと。なんだけども、そこの将来に不安を感じて、はるかさん目線、他にやりたいことがあるか、あるとか何か違うんじゃないかだっていうことを将来に不安を感じてですね、家を出た可能性っていうのは私一つ疑えると思っています。こちら別件なんですけども、77日間女子高生が失踪していたという事件があって、77日後にお社の中で女子高生見つかってるんですが、その家出の時の動機も将来への不安だったということで、この点を疑っております。そして、2つ目の可能性というのがですね、はるかさんに交際相手がいた可能性を疑っています。こちら駆け落ち的な線というのを疑っているということですね。はるかさんには交際していた親密な相手がいたんじゃないかと。でここに関しては、私目線、男性に限らず女性も含めてだというふうには考えています。でその交際というのが周囲に認められなかったため、誰も自分たちの知らないところへ行った、何も言われないところ、穏やかに過ごせるような場所っていうのを、2人で、生活を立てていけるような場所っていうのを20歳超えてますので、家出をしたんじゃなかろうか、駆け落ちをしたんじゃなかろうかなという考え方が2つ目として、考えて、考察しております。続いて第三者の連れ去りの線っていうのも、事件性っていうのはもちろん追わないといけないんですけども、この失踪後の情報がほとんど出てないところに違和感は覚えているんですよ。これもしかしたら失踪直後なので、去年の1月2月3月ぐらいまではもっとより精密な情報、濃い情報っていうのが出ていたのかもしれないんですけど、今のところ調べていくと、今回詳細で話させていただいた情報以外っていうのがほとんど出てきていないです。で、2年ぐらい前、3年ぐらい前まで流行ったのが、要はフェイクニュース的な、失踪してないんだけども失踪ポスターみたいなのが結構出たんですよ。で娘が帰ってきません、孫は帰ってきませんっていうので、中学生の女の子です、彼氏と一緒に出かけてから帰ってきませんみたいなものを目にしたことがあって、実際はなかったんですけども、そういう点ももちろん注意していかないといけないんですが、本件今回のケースで言うなら警察のホームページにも掲載されていますし、 MPS さんにものサイトの方にも掲載されていますので、行方不明になっている、失踪しているというのは、間違いないというふうに考えます。ただその行方不明になった後の情報ですよね、
スマホを持っていたんだったら、携帯電話のお電波が確認されている場所であったりとか、まあ、防犯カメラ映像、通話をしていたんだったら通話記録とか、またさらに、はるかさんの乗っていた、まあ、乗って外出をした水色の自転車が発見されたかどうかっていうところも情報として通常だったらもう少し出てきていいというふうに感じています。で、これがないっていうことは、逆に事件性が薄いのかなっていうような印象で捉えています。私 SNS 等詳しくないので、どこまで正確かわからないんですけども、はるかさんのお母さんが、SNS での拡散は希望していませんっていうような情報を出しているというのもちょっと目にしましたので、ここが真相であるんだったら、おそらくご家族とか友人に置き手紙があったとか、まあ、後に手紙が届いたとかですね、電話があったとか、何かしら事件には巻き込まれてないよ、無事に生活してるよっていうような一報みたいなのが届いている可能性があるというふうに思います。もしかしたらそれに事件性はないって思わせるような、ね、家族から察するような状況が、まあ、交際相手がいたとか、まあ、そういうような状況があったと、心当たりがあった可能性というのが一つあって、情報が必要以上に出てきていないというふうな考え方なんだけども、失踪しているのは間違いないので、警察のホームページ MPS さんにも記載があると、掲載があるというような考え方をしております。これはあの MPS さんのサイトの家族の声ですね、安心して帰ってきてねという点からも、なんかちょっと事件性というより自らの意思で失踪していて無事に暮らしているっていうような意図を汲み取っております。ただですね、一刻も早く無事であるっていうことは明らかになってほしいなというふうに考えております。名探偵ペケではですね、まあ、行方不明、そして未解決事件、リスナーさんと一緒に考察をしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は以上になります。ペケでした。